一丁やってやるぜ。さあ、どの戦いもさ、あなたは負けることはない。私は信じています。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負けアテナを殺しに来たというのか。サンガ、カンナ、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手は誰であろうとこの白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。はいと。シュラ、どうしたというのか。問答無用。覚悟。かわしたつもりだろうが、次は君を取るだけではすまんぞ。うん、こんな身の方さらに、こんな戦意突出した態度が アテナへの忠義の証ではなかったのか。言うことは何もない。俺が邪魔をする者はみな切って捨てるまでよ。もう一度だけ言うぞ。おとなしく我々を通す。ここを通り立ち、私を殺すしかない。デスマスク、アフロディーテと戦ってなお、ここまで俺を手こずらせるとはな。アテナを守るしか私の好きな。お前たち、英雄、負けにはいかぬ。いいな。あなたの魂、血の涙を流して同国するのを感じます。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が代わろう。神、なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。はいと。何お前までもか。ムーよ、我が陶器に包まれて眠りにつくがいい。さすがに疲労しているようだ。それだ、まだやるというのか。オールライト。諦めるものか。これからですよ。この身が砕け散ったとしても、オールライエクスキューション。その傷ではもはや戦えまい。ムー、フリージング氷の棺で眠りにつくがいい。こうはいかない。オールライエクスキューション。ここで力尽き運命だとしても、何倒してみせる。生も本も突き果てようとしている。コスモの輝きは未だ衰えない。だが、
このままではお前は死ぬ。ウィナー、語るべきものは何もない。ゴールド戦火の使命は何人にも砕けぬ。ファイト。終わらせはしない。やめておけ。お前の体はすでに投資寸前の状態のはずだ。オールライクスーション。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか。あの花の諦めるものだ。ここは砕けちまっても、ムー、いかにお前といえども我ら三人を全て相手にはできまい。諦めることはない。ここも倒産。その傷ではもはや戦えまい、ムーよ。氷の棺で眠りにつくがいい。フリージングコースとはいかない。力つく運命だとしても神倒してみせる。神、自分に魂を売ってしまったのか。私は自分のすべきことをするだけ。アテナに歯向かうことがお前のすべきことだというの。それだけ。オーロラエクスキューション。エーロウィナー、あなたの魂は血の涙を流して慟哭するのを感じました。少し油断してしまいました。もういい、カミュ。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのだ。このムーには感じられる。まさかお前たち。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。